こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シルバープリテンダー好スタート。ミッキーガード、この馬も好スタートを切りました。ソルフレンド前に行きそうです。シルバープリテンダー、それに続いています。さらにはミッキーガード、12番シェルチェスト、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。ソルフレンド先手を取りました。その外にシルバープリテンダー、ミュージックキッド、そのうちに続いています。内からはローブブルック、ワイルドメーカー、すぐ後ろ。その外にエンドムーン、その隣にロンドンクロケット、すぐ後ろにサンライトウェイブ、アメリカンアルデル、そのうちに続いています。その後ろにフェアマジェスティ並んで、10番ストップザブランド、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からシェルチェスト、先手を取りました。すぐ隣にローブブルック、すぐ後ろにシルバープリテンダー、その外からミッキーガード、その隣にロンドンクロケット、ソルフレンド、そのうちに続いています。その外にアメリカンアルデル、さらにはストップザブランド、その後ろにミュージックキッド、その外からエンドムーン、その後ろにワイルドメーカー。後ろからの競馬になりました。サクラローレル、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。最後方にフェアマジェスティ、このあたりで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はミッキーガード、シェルチェスト、ほとんど差がありません。ローブブルック、3番手サクラローレル、後退サクラローレル、大丈夫か。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってシェルチェスト、シェルチェスト先頭、2番手はフェアマジェスティ、あと 200m シェルチェスト先頭だ。残り 100m シェルチェスト粘る。一気にワイルドメーカー、大外から一気にワイルドメーカー、シェルチェスト、シェルチェスト1着、2着にはどうやらワイルドメーカー、勝ったのはシェルチェスト、見事な勝利です。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。キャッスルサンライズ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してキャッスルサンライズ、花に立ちます。その後ろからは進行ラブリー、この馬も上がっていく構えです。さらにはケープポジティブ、7番キャプテンフォルテ、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはジェイドゲート、並んで4番ハイランドメロディー、その外にキャプテンフォルテ、サンタフェアポロ、すぐ後ろ。内からはファストネス、スパイティクニック、そのうちに続いています。その隣にケープポジティブ、並んで2番オールコネクション、最後方にカレス。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。11番進行ラブリー、レースを引っ張ります。先頭は依然として進行ラブリー、キャプテンフォルテ、ほとんど差がありません。ハイランドメロディー3番手、さあ進行ラブリー、このまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。進行ラブリー先頭、後続とは3馬身以上、これは決まりか。残り 200m 進行ラブリー先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はファイティングミサイル、進行ラブリー今ゴールイン、段違いの強さです。進行ラブリー1着、2着はファイティングミサイル、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。進行ラブリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。クロスミンファ、これは好スタート。ハワイアンタウン、この馬も好スタートを切りました。ブルーダスター、前に行きそうです。メリーデュール、それに続いています。さらにはクロスミンファ、11番エアグルーヴ、その後ろ。それでは先頭から、先手を取ったのはクロスミンファ、すぐ後ろにレディプレイ、その外からメリーデュール、エアグルーヴ、好位をキープ。サンライズアクト、すぐ後ろ、その外にシェルジャガー、その外からラグビーアーバン、その外にハワイアンタウン、ピクシーシルエット、そのうちに続いています。さあ先頭はブルーダスター、ブルーダスター、後続を引き離します。2番手はエアグルーヴ、絶好の手応えです。レディプレイ、3番手エアグルーヴ、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はエアグルーヴ、エアグルーヴ先頭、あと 200m、 エアグルーヴ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はイージースマイル、エアグルーヴ1着、エアグルーヴ1着、2着にはどうやらイージースマイル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エアグルーヴ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。イージーシャワー、好スタート。ジュエリーライフ、この馬も好スタートを切りました。ミルスパーク、前に行きそうです。ジュエリーライフ、それに続いています。さらにはイージーシャワー、16番西のフラワー、その後ろ。サイレントシャトル、どうやら後方からの競馬。それでは先頭からイージーシャワー先手を取りました。緑の帽子、ミルスパーク、その後ろ。内からはジュエリーライフ、並んで5番ハイフレンドタレント。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。それでは先頭からイージーシャワー先手を取りました。すぐ隣にミルスパーク、その横にジュエリーライフ、ハイフレンドタレント、この馬もこのグループ。すぐ隣にシネマヘッド、その横にシャープチケット、内からはアカーリッド。さあ先頭はまだ12番イージーシャワー、ミルスパーク、ほとんど差がありません。ジュエリーライフ、3番手西のフラワー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。イージーシャワー先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は西のフラワー、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。イージーシャワー先頭、西のフラワー先頭、イージーシャワー追いすがります。西のフラワーもう一伸び、西のフラワーゴールイン、西のフラワー1着、2着にはどうやらイージーシャワー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。西のフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。好スタートを決めたのはノースメンバー。綺麗なスタートを切りました。イタリアンプレイ、前に行きそうです。オーリング、それに続いています。さらには大気ブリザード、5番キーオブラック、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはイタリアンプレイ、その隣にオーリング、その外からボーンアリーナ、オレンジの帽子グラスアリーナ、その後ろ。すぐ隣にライトスペイン、好位置をキープしています。大気ブリザード、赤の帽子キーオブラック、その後ろ。その外にノースメンバー、さらにはジェットロバリー。もう一度先頭から見ていきましょう。オーリング、先手を取りました。これに続いてボーンアリーナ、イタリアンプレイ、すぐ後ろ。その外にグラスアリーナ、ノースメンバー、それに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはボーンアリーナ、イタリアンプレイ、すぐ後ろ。黒の帽子オーリング、その後ろグラスアリーナ、すぐ後ろ。間が空いてノースメンバー、青の帽子ライトスペイン、その後ろ。内からはティーオブラック。さあ先頭はまだ12番ボーンアリーナ、イタリアンプレイ、ほとんど差がありません。大気ブリザード、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。最後の追い比べ、先頭はオーリング。オーリング先頭、リードを広げにかかります。2番手は大気ブリザード、あと 200m、 オーリング先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。大気ブリザード、大気ブリザード、もう一伸び。大気ブリザード、大気ブリザード1着、2着にはどうやらオーリング。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。大気ブリザード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのドンカスター競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、セシルキッド、前に行きそうです。シスターヨーク、それに続いています。さらにはシリウスティアラ、5番クラシッククリーシェ、その後ろ。では前の方からサファイアヌーベル、先手を取りました。その隣にセシルキッド、その横にクラシッククリーシェ、その外にジャスミンムイッシュ、マーベラスサンデー、好位をキープ。すぐ後ろにウィナーズダッチェス、青の帽子ハーバーサンセット、その後ろ。すぐ隣にシスターヨーク、その外からマックスワード、緑の帽子ソリッドコネクション、その後ろ。シリウスティアラ、すぐ後ろ。並んで8番サニーマリーン、ジューンスパーブ、この馬もこのグループ。ここからドンカスター名物、長い長いカーブに差し掛かります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から。先手を取ったのはオリグロート、その横にセシルキッド、間が空いてクラシッククリーシェ、その隣にジャスミン・ムイッシュ、すぐ後ろにサファイア・ヌーベル、マーベラス・サンデー、好位をキープ。すぐ後ろにウィナーズ・ダッチェス、さらにはシスター・ヨーク、ピンクの帽子マックス・ワード、その後ろ。その隣にソリッド・コネクション、並んで16番ディスコティグレス、シュア・ディライト、すぐ後ろ。その隣にシリウス・ティアラ、しんがりからジューン・スパーブ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、一気に先頭に立ちました。11番ジャスミン・ムイッシュ、2馬身から3馬身のリード、間が空いてオリグロート、その隣にサファイア・ヌーベル、その横にクラシック・クリーシェ、少し離れてセシル・キッド、続いています。その隣にハーバー・サンセット、ディスコティグレス、すぐ後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。では前の方からジャスミン・ムイッシュ、先手を取りました。さらにはオリグロート、さあ先頭はサファイア・ヌーベル、ジャスミン・ムイッシュ、ほとんど差がありません。オリグロート3番手、マーベラス・サンデー、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はクラシッククリーシェ、あと 200m、 一気に後続がやってきた。これは強い。2番手はソリッドコネクション、クラシッククリーシェ、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。クラシッククリーシェ1着、2着はソリッドコネクション、勝ったのはクラシッククリーシェ、見事な勝利です。
さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭は栄新さんさん、しかし後続の足色もなかなかいい。栄新さんさん粘る、一気にグラスボール、外から一気にボースミエアンジェラ。栄新さんさん、栄新さんさん1着、2着は微妙です。栄新さんさん見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は栄新ワシントン、残り 200m、 ロイス&ロイス伸びてきた。残り 100m、 ロイス&ロイス先頭、鳥海キャロル追いすがります。ロイス&ロイス、ロイス&ロイス1着、2着にはどうやら鳥海キャロル、見事に勝ちました。ロイス&ロイス、稲妻隆王敗れました。これは掲示板までです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は桜爆心王、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はラビニア・フォンタナ、これは強い。2番手はラビニア・フォンタナ、完璧です。圧倒的な強さを見せました桜爆心王。1着、2着は日本ピロプリンス、これが G1 馬だ。桜爆心王、